これちょっとだけ驚いてほしいんですけど、ピタッとこう全部、プラスに出てきてくれるということなんですね。だこれっていうのは積分してゼロになるっていうのは、まあ、ありえないわけでして、他のやつはこれ全部ゼロなんですけどね、打ち消します打ち消しますってやって、音とか光とか、まあ一般に波動って呼ばれるような言葉を聞くと、僕らはですね高校物理とかのイメージがあるわけですんで、まあ、こういう普通の制限波みたいなのをイメージしがちなわけですけれども、ただ現実に存在している音っていうのはこういう単一周波数で構成された音ばっかりではないわけですね。まあ、実際一つの音に聞こえたとしてもそうじゃないことがまああったりしましてですね、例えば、この辺なんかがまあいい例なのかなということで、これちょっと流してみるとわかるんですけども、一つの音に聞こえる、まあ頑張ったら耳澄ませたらですね違うのも混ざってるのわかるんですけれども、こういうふうに一つなんか音があるなっていうふうに思うものでもですね、拡大していくと制限波にはなっていなくって、なんかこう足し合わされてるというか、いろんな音が混ざってるんだなっていうのがこう分かってくるわけですね。でこういうですね複雑に混ざったような音っていうのを解析していくときに非常に強力なツールになってくるのが、まあ実は今日やっていくフーリエ変換と呼ばれるものなわけですね。で実際それのですね威力を最初にご覧いただこうかなと思うわけですけれども、これスペクトルって呼ばれるんですけど、それを見てあげると主成分として 178Hz、 これはクライネットで言うとその音に当たるんですけれども、まあ、それがあった時にそれのですね2オクターブ上のこれ霊の音ですねっていうのも入っているのが分かってくると。だここの2つの成分が、まあ、こう主にこう入っていてですね、まあ、この辺までだと、まあ、耳でもなんとなく聞こえるかなということだったりするわけですね。で、まあ、これトゲトゲしてのいっぱいあるのは何かっていうと、まあ、これを周波数1とすると1,2,3,4,5,6,7,8 っていう風にどの倍の周波数が入っているんで、まあ、倍音が含まれてますねっていう風に言われたりするんですけども、まあ、クラリネットの場合 1,3,5,7,9 倍音がたくさん含まれてるんだなという風になったりして、まあ、そういう、 こう解析っていうのもできてくるわけですね。まあ、みたいな感じでですね、こう、複雑な波形が与えられたときに、まあ、それからですね、特定の周波数の音を、まあ、抽出してあげると、まあ、いうのができてくるわけですけど、まあ、じゃあ一体これをですね、このグラフというか、いうのを見たときに、どうやって推定してあげるというか、計算すればいいのかっていうのが、まあ、あるわけでして、まあ、そこの部分の、まあ、公式だったり、やり方とか、まあ、メカニズムっていうのを今日は、お話しできればなと、考えておりますということですね。まあ本日も頑張ってやっていきましょう。ヨウツベ先生の数学教室。さてそれでは早速見ていきましょう。まずはそのフーリエ変換っていうののやり方の部分からですね、まあ、それを実際こうプログラム動かしながら視覚的な情報多めでやっていければと思います。でその後で、まあ、それがどうしてこういうふうにしたら計算できちゃうのかっていう、まあ、仕組みの部分をこう話していくという流れですね、まあ、それでやっていこうかなというところですね。で、まずですね、さっき言ったような、音の代わりとなる関数を一個考えてみようと思うんですけれども、今回具体例として扱っていくのが、こういう形の、波ですね。よそと。まあ、こう、なんとなく周期的な感じするんですけど、まあ、ただちょっとサインカーブではないな、みたいなのが与えられたときに、じゃあ果たしてここからですね、サイン X が一体どれくらい入ってるのか、まあ、これ 1.7 に入ってるっていうふうに定義してるんですけど、とか、まあ、サイン 2x がマイナス 3.14 入ってるなみたいなっていう話を、まあ、どうやってこう何ていうか抽出していくのかっていうのを、まあ、やり方を説明できればと思います。で、これはですね3ステップでできるんですけれども、例えばこの中からサイン x を抽出したいなと思った時やるのはまず1個目あるのがその取り出したい波サイン x っていうのがあるわけですけど、それ取り出したいと思ったら、ある関数ですね、こういううにゃうにゃした関数ってやつにサイン x、まあ、目的のやつを掛け算してあげて、でそれで積分する、これだけで実はできてしまうというところなわけですね。まあ、その後でちょっとおまじないとして π で割ったりとかってなるわけですけど、まあ、そうすると、まあ、できてくるわけですね。まあ、ちょっと徐々に見ていければと思うんですけど、でまずは目標となるこのターゲットの周波数のやつを掛け算してあげます。でそうすると元々あった関数からですね、まあ、若干ずれたような形が、これ青いのが元々で、3x そいつに掛け算するとこういうのが得られるわけですけど、なぜかこの黄色いグラフっていうのを0から 2π とか、まあ、一周期で積分してあげると、まあ、係数が取り出せちゃうということなわけですね。まあ、今回正解はですね、1.72 っていうのわけですけれども、まあ、それができるのか、これをちょっと見ていければということで、積分がこちらですね。これ積分っていうよりか、まあ、和の計算をしてるんで、まあ、若干精度は落ちるんですけれども、まあ、それでも結果がですね、サイン X の成分は、よいしょと、1.72 と
まあ、ちゃんとなってくれるわけですね。いやいや、そんな、え、何が起こったんっていう感じかもしれないですけど、まあ、もうちょっと頑張ってやっとくと、例えばじゃあこれを 1.23456 っていうふうにするじゃないですか。で、それが当てられるかなっていう今ゲームをしているわけですけれども、まあ、若干変わったかなっていう感じですけど、この中からどうやってやるかっていうと、もう一回やってあげて、で、どれくらい当てれるかゲームなんで、まあ、8桁くらい取っていくんです。9桁にしようかな、やっとくんですが、するとですね、よしと 1.23459 惜しいっていうくらいまではちゃんとできるってことですね。 1.23456 が正解だったんですけど、59648ってこの辺当たったんですけど、ちゃんと取り出せてるなということが、あるわけですね。 11.109 惜しいみたいな感じですね。で、他にも、じゃあ 32x が取り出したかったらっていうと、まあこれも同じなんで、この流れをぜひ今日は覚えていただきたいですけれども、まあ fx って与えられた関数に対して 32x を、まあ、それぞれの成分のところで掛け算します。で、それの全て和を取る。まあこういった意味で内積って呼ばれたりするんですよね。掛けて足して掛けて足したんで。で、まあそれを最後 π で割ってあげた結果、まあこれちょっと桁増やしておきましょうかね。5桁とかにしておくと、よしと。-3.14000、まあ、ここまでは合ってんなというふうになるわけですね。で、sin3x も同じということで、まあ、じゃあこれあえてじゃあ9桁くらい取っておきますけれども、そうするとですね、2.2299惜しいみたいな感じで、2.23 が正解なんですけど、まあまあなんとなく良さそうな値が得られているんで、まあ、とにかく取り出したい周波数があったのであれば、与えられた関数に、まあ、その取り出したやつを掛け算して、でそれで積分すると、あら不思議と他のやつ一切全部消えてくれて、取り出したい部分のケースだけが積分結果として残っちゃうと。これを見ていけばいいということですね。で、ここに、実は隠れているのが、三角関数の正規直交性、直交性と呼ばれる、概念なんですけれども、まあそれをですね、次のところで見ていければなと思います。これも実はグラフでですね、証明できちゃうっていうのがあるので、まあちょっとワクワクしながらですね、聞いていただければと思います。では、続いての話、見ていきましょう。さて、それでは続いての話見ていきましょう。まあ、ここからがちょっと本題みたいなところですけれども、まあ、そのフーリエ変換の、まあ、仕組みの中で一番コアになっている、まあ、概念ですね。まあ、三角関数の直交性と呼ばれるんですけれども、まあ、それについて、解説していければなと思います。で、今これちょっとグラフで見えているのがですね、sin7x×sin5x っていうやつのグラフなんですけれども、まあ、これについての、まあ、ちょっと話ですね。で、まあ、さっきやってたやつ、そのプログラムの中でやってたのっていうのは、まあ、ゼコゼになった波に対して、例えば sin5x を掛け算して、で、それで積分ってことだったんですけど、まあ、さっきにその、なんていうか、混ざったやつに対して掛け算して積分ってのはちょっと難しいんで、まず一個一個で見ていきましょうと。そういうのがここでの話ですね。で、例えば、sin7x っていう、まあ、含まれてるやつ一個に対して、まあ、sin5x を掛け算して積分したらどうなるのか。これがここに映っているものなんですけれども、まあ、これ積分すると、これ注目すべきはですね、このグラフの色でして、これプラスの領域が全部こう赤で塗ってあって、マイナスの領域がこれ青で塗ってあるんですけど、これ実はですね、積分していくとプラマイでこう打ち消しちゃって、ゼロになってくれるんですね。これが1個目のポイントになってきます。周波数が違う波を掛け算して、一周期、まあ、マイナス π から π とかでもいいんですけど、積分してあげると、山と谷の部分でうまくプラマイがこう打ち消し合ってくれて、ゼロになっちゃうというところですね。違う波の周波数のやつは全部ゼロと。ということでちょっと他も試してみるんですけど、まあこれもゼロですし、まあこれもゼロ、これもゼロっていうことでなっていくんですけど、ただ違うやつがまあ1個混ざってると。まあこれが2つ目のポイントですね。違う周波数で掛け算して積分するとゼロになったわけですけれども、じゃあ同じ周波数はっていうのありますね。で、それをまあ見ていくとわかるんですが、これ例えば sin5x×sin5x っていうふうにしますとですね、これちょっとだけ驚いてほしいんですけど、ピタッとこう全部、プラスに出てきてくれるということなんですね。だからこれっていうのは積分して0になるっていうのはまあありえないわけでして、他のやつはこれ全部0なんですけどね、打ち消します打ち消しますってなって15123535とかって消えてるんですけど、45で55になった瞬間だけプラスで生き残って、これだけとどまるような数字になってですね、他は全部、まあ、消えていくと。まあ、これがめちゃくちゃポイントというかですね。だから混ざったこう波があって、でそれにですね、例えば sin5x っていうのをこうプレゼントするというか掛け算してあげるわけですけど、そしたら分配法則っての起こるじゃないですか。ただ、sin1x から sin8x とかまでいろいろ混ざったやつに対してこう全部ヒットしていくわけですけど、その中で一瞬だけこう重なるのがこう出てくるわけですね。
で、相手型と自分型で周波数が一致した部分だけこういうふうに積分結果がプラスで残ってくれるんで、だからさっきその特定の成分だけが抽出できたっていうことが起こったわけですね。で、あれは他のやつ全部消えて、でそれで積分結果ここだけ残っていたというからくりなわけですね。はい。でじゃあ実際これまあその積分結果どうなるのかっていうことですけれども、まあ、これ意外と簡単でしてですね、積分するまでもなくって、まあ、これ平均化しちゃうとすごく分かりやすいんですけど、ここに真ん中にピッと線引いちゃうわけですね。でするとこの山とこれに対する谷とでこう打ち消し合ってくれて、これが平坦なやつにこう近似できるとか、収まってくれるっていうのがあるわけで、この面積イコールこの長方形ってことになるわけです。まあ積分っていうのは面積なわけなんで、これでいいよねという話で、で、まあ、長方形の面積といえば縦かける横なんで、縦はっていうと真ん中に引いたここのライン、0.5 って高さで、横は1周期分なんで、まあ、2倍と。まあ、したがって 0.5 かける2倍で、これは π ということですね。おっと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 。そう、めっちゃ拡大してしまいましたけども。まあ、みたいな感じでですね、違う周波数成分で掛け算して積分すると、まあ、0になって、同じ周波数でぴったんこしてこう掛け算した時は積分値がまあ π になってくれるというのがあって、で、まあ、π ってちょっと使いにくいなっていうのがあるんで、まあ、積分結果をこう π で除したようなやつのが使われるわけですけど、まあ、この値がですね、違うやつ全部0になってくれて、で一瞬だけ1になると、まあ、この性質ですね。これをちょっと押さえた上でやっていくと、フーリー変化の仕組みが分かってくるかなということで、まあ、じゃあちょっとここからはですね、今の三角関数の直交性、違う周波数ゼロになって同じやつだけ残るっていうのを使って、まあ、そのフーリー変換でさっき成分抽出やってたようなやつのメカニズムを解明していければなと思います。それでは、本題のところに入っていきましょう。さて、それでは最後の話見ていきましょう。まあ今さっきやりましたですね、違う周波数の波を掛け算して積分すると、まあ、0になっちゃって、で同じ周波数の時だけ1になって残りますと、この性質を使ってフーリー変換の、まあ、証明みたいなことをやっていければというところですね。でまあここでちょっと扱っていくのは、あんまりたくさんのですね周波数混ざったやつで用意してもしょうがないなっていうのがあるので、まあ、ちょっと少なめにして見積もってですね考えていければと思うんですけど、例えば A sin1x、 ちょっと省略して書くんですけど、プラス B sin2x、 周波数の2の波も混ざっていて、でプラス C sin3x、 まあこれくらいですかね。こういうのがあった時に、このうねうねした波ですね、今これは何かっていうと、こういう感じのさっきみたいなやつですけど、こういうのがあった時に、これに対して特定の周波数の波をこう掛け算して、でそれで積分するとどうなるのかというのを見ていければと思うわけですね。はい。で例えばどれをこの中からですね ABC ってケースのうちどれを取り出そうかっていうのを考えるわけですけども、じゃあまあなんか一番わかりやすそうな部分ということで、まあ、真ん中ですね、この sin2x の成分ケースの部分をこれ取り出そうかというふうにするわけですけど、その時やるべきことっていうのは、まあ、中盤のあたりでちょっと話しましたけれども、まあ同じ波を掛け算するということですね。まあ、これコサインとか入ってないんでね、まあ、なかなかそういう言い方はできないわけですけど、まあ今はちょっと sinx だけで構成されているというふうに考えてほしくって、でこれに同じ波 sin2x を掛け算するという形ですね。これちょっとあるんで消しておきますけれども、sin2x と。で、これ積分するわけですね。よしと、dx で。で、最後は積分結果で π が出てきたりとかっていうのがあるので、一応積化するために π で割っておくと。これで準備完了ですね。でそうすると何が起こってくるのか、まあ、これがいよいよの部分になってくるんですけども、何が起こるかっていうと、まあ、いわゆる分配法則が起こってくるんですね。なので例えばこの、 ごちゃ混ぜになったやつかける sin2x の積分っていうのは、まあ、これに分けられるっていうのがありまして、まず出てくるのが、sin2x かける sin3x の積分と、これかけるこれですね。こいつを積分したもの。で、これっていうのは、先ほどから申し上げている通り、周波数が3と2で違う波を掛け算したものの、まあ、dx でこれ積分というふうになってくるので、まあ、これはなんと自動的に0になって消えてくれると。これがあるわけですね。はい。で、他はって言いますと、ちょっと sin2x 飛ばしまして、同じ色で書くのが、この部分ですね。sin1x かける sin2x。でこれもやっぱり周波数が違うんで、分配して出てきたとしても、まあ、積分結果は0なんで、まあ、A に関わる分っていうのは消えてくれると。で他の sin4x とか sin5x があっても同じっていうのはまあなんとなく分かりますね。
で、ただし1個だけ残るっていうのがあるわけで、ここが非常に重要になってくるんですけれども、この sin2x×sin2x、 相手方の周波数とここが掛け算して分配してヒットした部分だけは0になって消えるっていうことが起こらず、まあ積分結果が π になると。でこれ π で割ってるんで、まあ、1が残るということですね。まあ、1b ですけれども、これ b があるんで、なので結局ですね、このごっつい積分結果っていうのはどうなるかって言いますと、イコール、まあ、b になるということでして、まあ、このごちゃごちゃした部分っていうのを fx っていうふうに置いてあげるんだとするならば、与えられた波 fx に対して sin2x を掛け算して0から 2π で積分して π で割るっていうのをやれば、まあ、実は fx の中からですね、 sin2x のケースである、まあ、b が取り出せるということになってくるわけですね。で、まあ、他だと、例えば sinx の係数はって言われたら、fx に対して、まあ、同じ周波数の sinx を掛け算して、で、それで積分して、まあ、π で割るというふうになってくるわけで、まあ、先ほどからずっと申し上げている通り、まあ、何か取り出したいものがあったら、同じやつをかけて積分すればいいということになるわけですね。で、ちなみにですね、これっていうのは、もうちょっと洗練された書き方がありまして、まあ、これ実は内積っていうことがあるので、fx と、sin2x の、積分と内積という意味で、こういう書き方もされたりするということですね。なんていうか、ベクトルの内積ちょっと思い出してほしいんですけど、あれっていうのは、まあ、結局、111×、まあ、123にしましょうか。123と345の内積とかって言われたら、成分同士これ掛け算して、どんどん足していくっていう話だったわけじゃないですか。13プラス24プラス35で、まあ、3たす8たす15で何ぼかみたいな、そういう感じですね。で、これが実は同じようなことが起こっていて、今その fx とまあ gx っていうのを掛け算するっていうのは、要するに、これを横にグラフを並べてあげてですね、こういうのがあったり、こういうのがあったりってことですけど、これ並べてあげて、ここの成分同士を掛け算して、次の成分同士も掛け算して、足して足して足してっていうのをどんどん繰り返していくわけですね。まあ、なので、まあ、なんかもうこれ成分がこう横に無限にこうバーって並んでる、この成分足すこの成分足すっていうものだとして、まあ、ベクトルみたいに考えてあげるっていうのができてくるわけ でそれで、まあ、F と G の、まあ、内積っていうのを、まあ、例えば F と G の内積でカッコでくくったりしてこう表すっていうやり方があるんですね。で、まあ、風理変換に関して言うと、まあ、なんというか僕個人的にですけど、まあ、量子力学とかともこう相性いいなっていうふうに思うとこあるんで、まあ、このブラケット記号でちょっと今書いてみたということですね。振動数2の状態ベクトルと F のまあ内積ですよっていうことで、まあ、この積分結果っていうのをちょっと簡単めに省略して書くことができると、まあ、いう感じですね。まあ、これはちょっと余裕ある人だけ聞いていただければって内容ですけれども、まあ、そういうふうにもできましてですね。まあ、なんで、今、こう、独立したですね、S1 とか振動数1の状態と、振動数2の状態とっていうふうに、まあ、たくさん、こう、規定がある中で、まあ、それぞれの成分っていうのが、sinx× 成分 A だけ、sin2x× 成分 B、sin3x× 成分 C っていうふうに、関数の、こう、組み合わせになっていたわけですけれども、この ABC の部分っていうのを、まあ、こう、書き直すことができて、この部分っていうのが F っていう関数から S1 の成分取り出したものとかっていうふうに、こうなんていうか機械的に書くことができるということですね。ちょっとなんか書き方として綺麗だなっていうふうにして僕は思ってるんですけど、この間ちょっと友達に話したら、何言ってるんっていうふうに言われたんで、もしかしたら視聴者さんの中で分かる人だけちょっと聞いていただければって感じですけれども、まあそういう書き方もあるんだなということで、ちょっと押しておければと思いますね。はい。ブラケット記号と。で、これで、まあ、FX と。まあ、FX、まあ、X 成分に別にこだわる必要はないっていうのが、これブラケット基本ですけれども、まあ、この F っていう状態は S1、S2、S3 の重ね合わせになっておりまして、まあ、それぞれ係数の部分がこうですよっていうことですね。で、この実情としては、例えばこれっていうのは FX と sin1x の掛け算で積分っていう、まあ、内積になってるっていうことでして、まあなんかこうやってまとめるといいんじゃないかなっていうのをちょっと最後にねじ込んでみてですね、今日のところはおしまいにしようと思います。はい。まあとりあえずですね、なんか混ざってるこう波があったら、その取り出したい波を掛け算して積分してるんだなっていう、まあ、目線でですね、なんかスペクトルとかこの後ですね、理科系の人ってのは大学院とか進んでいく段階でよく見かけることになると思うんですけど、まあ、あれは何が起こってるかっていうと、特定の波を掛け算して積分するみたいな計算が後ろで行われてるみたいなこと、
これをちょっと知っておくと非常にいいのではないかなというところで、今日は、風鈴変換についてお話しさせていただきました。まあその辺だけちょっと覚えておいてください。というわけで本日の動画はこれで終わりにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントで応援の方と、説明欄から Twitter のフォローをお願いします。それじゃあまたね。お疲れ様。バイビー。